今年も各局で夏クールの連続ドラマがスタートするシーズンがやってきた。7月10日にはフジテレビの月9枠にて、森七菜、21、と間宮祥太朗、30、のダブル主演、真夏のシンデレラ、がスタートする。真夏の海を舞台に、今回一番ドキドキワクワクする恋模様を詰め込んだオリジナル脚本の男女8人の恋愛群像劇。と銘打たれており、主演以外も、神尾楓珠、24、吉川愛、23、萩原陸、24、白濱亜嵐、29、三村沙和、28、水上浩二、24、ら美男美女の若手役者陣が名を連ねている注目作である。春ドラマの木村拓哉さん、50、主演の、風間公親、教場ゼロの、和月九らしからぬ非常に重苦しい刑事ドラマとして意欲作でした。それに比べると今回は月九の、原点回帰、とも呼べそうな、キラキラ青春ラブストーリーですよね。これは、2022年に港浩一社長がフジテレビジョン代表取締役社長に就任したのが大きいと言われています。制作会社関係者。数年前からフジテレビは、刑事ドラマや医療ドラマばかりやっている時期があった。良くも悪くも無難で安牌ですからね。一時期、局上層部から、刑事ものと医療ものしか作るなダブルコート。と指令で出ていたそうですよ。しかし、港社長に交代したことで、もう一度、原点回帰というかフジテレビのトレンディドラマが輝いていた頃を意識している感じだと言います。それが、今回の真夏のシンデレラで書こうとしている、王道の月球なのでは、と。ただ、ベタでしょうから、現代の視聴者に受け入れられるかは博打ですよね。そして、脚本と主演に関しては、ある意味で、教場ゼロ以上に挑戦的でもあります。この二つも、大博打と言えるでしょうね、全道。真夏のシンデレラの脚本を担当するのは、新人脚本家の志東、志藤、さやか氏。昨年11月に、第34回フジテレビヤングシナリオ大賞の大賞を受賞したばかりでありながら、連ドラデビュー作がフジの看板である月9枠。ある意味で彼女こそがシンデレラガールである。フジテレビは昨年10月クールに新人脚本家の生方美久さんを起用した、サイレントが大成功したので、その影響もあるでしょうね。新しい風を吹かせるためにも、若い脚本家を率先して使うのは良いことです。一方で、真夏のシンデレラが、吉と出るか凶と出るか非常にチャレンジングなのが、物語の結末を決めていない、という制作方針です。韓国ドラマでは視聴者からの反応によって、最初の企画方針から、話の展開やキャラの扱いを大きく変えることはよくありますが、日本の1クールのドラマでは、珍しいですよね、前出の制作会社関係者。7月2日に行われた、真夏のシンデレラの制作発表会見では、出演者同士の空気感や視聴者の反応を反映しながら結末を決める、というプロデューサーの意向により、まだ結末が決まっていないことがと司会の長島由美フジテレビアナウンサー31により発表されている。決めてないことってあるんだって。私たちのお芝居や見ている方のつぶやきによって結末が変わるんだ。と、主演の森はコメントしていた。ちなみに、日本ではスーパー戦隊シリーズや仮面ライダー、テレビ朝日系などは結末を決めないで脚本を書く方針を採用している。これは1年間という長期撮影の作品であることに加え、役者の演技力及びスケジュールの厳しさ、ロケ地の確保、予期せぬ追加のおもちゃ反則などなど、一般ドラマの常識が全く通用しない環境であることも影響していると言われている。ライダーと戦隊の場合、その弊害で意味深な描写が意味深なままで終わったり、明らかに矛盾する描写が出たりすることもありますね。真夏のシンデレラの場合は8人の男女を描いていく必要があるので、臨機応変に脚本を変えながら全員の魅力が引き出せるのかが鍵となりそうです。ちなみに普通の1クールドラマで言うと、是枝裕和監督、61
の映画、怪物、で、先の第76回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で脚本賞を受賞した脚本家の坂本雄二氏、56、は、キャラクターの設定だけ固めてから、結末を決めないで書き進めるタイプで有名です。こちらは国外でも非常に評価が高く、海外リメイクされたドラマも多いですね。前出の制作会社関係者、そして主演の森戸間宮の起用が大博打と言われている理由。それは役者としての格ですよね。二人とも売れっ子ではありますが、近年の月9枠は中堅、ベテランの主演が多い。直近サンクールだと、教場霊の木村拓哉さん、女神の教室の北川景子さん、36。そして、ピク小児集中治療室の主演の吉沢亮さんはまだ29歳ですが、大河ドラマ主演も経験しているトップクラスの役者です。彼らに比べると、森さんも間宮さんも若干弱い部分がありますよね。特に森さんは、一時期イメージも落ちていましたからね、前出の制作会社関係者。主演の森は、2021年1月に、ソニーミュージックアーティスツ、スマ、にエージェント業務提携の形で移籍すると発表。しかしその際、前事務所からの辞め方が強引だったこと、森の母親が業界で有名な少々行き過ぎたところもあるステージママだった、といったことが報じられ、強烈なバッシングを受けてしまった。また、最新の主演映画である6月23日公開の、君は放課後インソムニアも、ほとんど話題になっておらず、ヒットとは言えない状況にある。天文部の活動を通じてもう一人の主人公である男子、奥平王権、と次第に両思いになっていく描写など、いかにもな青春映画という感じです。良い意味で、そういえばこれは森七なんだよな、と、途中まで忘れかけてしまうくらいナチュラルに等身大の女子高生を演じていましたね。前導、森の演技は素晴らしく、実際に映画を見た人からも好意的な声は多い。それだけに数字につながっていないのは残念ですね。ちなみに、映画のパンフレットによると原作漫画家の小城誠先生は、もし実写映画になるなら森七さんに演じてほしい、と話していたそうです。前出の制作会社関係者。結果が出ていない作品もあるが、森の演技は高く評価されている。2018年の映画、万引き家族がカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞したことで知られる前述の是枝監督は、いろいろな知り合いのスタッフから、とにかく森七すごいよ、本当にいいよと聞いていたので、オーディションに参加していただいた。やっぱり噂通りで、オーディションを重ねていくうちに森さんしかいないな、と思うようになっていきました。という理由で、ネットフリックスドラマ、舞妓さんちのまかないさんの主演に森を選んでいる。森さんは、人気面、数字面では不安が残りつつも、演技面では安心感があるドラマの主演をするにあたり、まさに成功か失敗か五分五分ではないでしょうか。また、この令和の時代に、ドストレートな王道のラブストーリーを、実力が未知数の新人脚本家が担当する。そして、ドラマの結末も決まっていない、真夏のシンデレラは非常にチャレンジ精神あふれるドラマですよね。これが走行して、教場霊のグラかったイメージを完全払拭するほどの大人気になるか、あるいは多くの視聴者にそっぽを向かれて大爆死となるか、この大爆地がどう転ぶのか、大注目でしょうね、前導。ブランド力の低下が囁かれる不実聞く。森は、真夏のシンデレラを成功に導き、シンデレラとなれるだろうか。撮影の合間、犬と戯れる森。